おお、どうしたんだ。腕が勝手に。おお、どうもいいが、俺の腕も素晴らしい。ゲートローさん、素晴らしい仕事ができやしたぜ。まあ、見ていっておくんなぜ。おお、息2段階強くなったようですね。出た。家事をしていると時々親方さんが本気出してくるんですよね。腕が勝手にって。これ普通バージョンですね。いや2段階ね、一気に鍛えてくれると鉱石とお金がちょっと節約になる。あら、嬉しいって感じだ。で、ちょっとあれからね、ずっと鉱石集めてまして、あそこだね、なんか思い出したよ、ガミガミダンジョン教えてもらったんですけど、あそこ定番ですよね。ガミガミダンジョンのところで、あ、まただ。どうした。一気にね、お、限界まで鍛えました。よし、だけで一応持ってる伝説シリーズは全部限界まで鍛えております。めっちゃ強いと思うな。イエトロ、お、やばい。313、これはラウラもどうなっちゃう。剣で302で弓も落ちたね。300、あ、同じか、そっか。いやー、これはすごいな。ちょっとピエトロは強すぎてしまうから、装備させないでいこうかな。しばらく作ったけど、うん、姉さんに装備させておこうかな。じゃあ、そう、ガミガミダンジョンのところで、入り口の結構近いところで鉱石が2個取れるんですよ。で、しかも出現率が 100% なので、潜れば絶対2個入手できるっていうところで、結構な稼ぎスポットですよね、あそこね。で、鉱石は1個7500ゴールドとかで売れるので、まあ、取って売りつつかつ鍛えつつみたいな感じで往復してました、ずっと。ひたすら。はい、でも、まあ、次のダンジョンね、行こうかと思うので、4人目、うん、メンバーを変えていきます。4人目、ちょっとミミちゃんお別れしたいんですけど、せっかくならさ、見たいよね。あれ、ない。私は見たいよ。ミミの祈り、お、見たいなと思うので。どうしようかな。ウッキーでいっか。ウッキーにして。指示を細かく変えるにして、細かく決めるか。で、さあ、あ、伝説の弓装備してるラーラ姉さん、ピエトロくん射抜いてみようか。あ、49。おー、ピエトロはちょっとやることがないから、防御とあれか、気合でも貯めてるか。100パワー発動するのかな。あ、盗まれるし。相手間違えたわ。ワリスさん、なんか強いのある？カブト割りをピエトロに。あ、必殺技とかは使えないのか。あ、使えないのか。ってことは魔法も味方には使えない、使えないっぽいな。しょうがない、地道に攻撃していくしかないな。ダメだ。姉さん、ちょっと頑張って。あ、さすがに強いか、ピエトロは。お、いいね。ピエトロ、おごめんね、ピエトロ。20、よし、これ嫌になってきちゃったよ、ごめん。1、さあ姉さん行こう。あっ、あー、こういう感じか。おー、すごい。あー、ミミちゃん帰っちゃった。
なんかペロってやったね。舌ペロってやったわ。おー、以上耳の祈りでした。いなくなっちゃった。なんかかわいそう。まあ一番かわいそうだったのはね、ピエトロだけどね。おい、寝てるわ。歯じゃない。お、王子様、お帰りなさい。お城は異常ありません。もう何も言えないわ。これ見てないよね、確かね。居眠りバージョンですね、これ。おい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 。だけど4人目ね、どうしようかなと思っていて、誰でもいいんだけど、一応次がね、あれと戦うから、一応能力持ってるやつにしようかなと思ってます。で、動物シリーズでいっかな。ちょっとお尻、お尻向いちゃったな。こっち向いて。この子だよね。ワン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 ワワンワワンワン、かわいいな。ついてくる？また。動物拾いすぎじゃない？ワンワンワン、嬉しい。あ、名札がついてるね。そうか、ネルっていうのか。おう、じゃあネル一緒に行こう。ワン、ネルがパーティーに加わった。おお、今度ワンちゃんだ。ワンちゃんちょっと大きいね。お、リリーシー、歩き方がリリーシーわ。だけどネル、あ、かわいいじゃん。かわいい、右上のやつ。猫よりは HP があるのか。まあこんな感じだけど、で特技が、あれ、てんてんてん。あれ、レベル上がれば覚えるかな、もしかしたら。そうかも、20からかな、わからない。え、一応多分、え、持ってたよね、能力確か持ってたと思うので、犬連れていきます。そしてメンバーを変えよう。あ、ボリス君ありがとう。すごいね、頼りになったよ本当に。いや強かったし、やっぱり声がいい。声が良かった、ありがとう。で、おお、1520。解雇していきますか。あ、ピエトロ君、君のことは忘れないよ。僕はここで待ってる、また旅に連れ出してくれ。あ、行っちゃった、寂しい。で、次がね、本当誰にしましょうかって話なんですけど、全員ね、あ、何も思い出せない。ちょっと思い出してたのに、また忘れちゃったのかな。今、あんまり戦いたくないの。そうだなぁ。ギャルと一緒がいい。そうだね、なんか全員、ちょっともう雇ってしまって、新しい傭兵仲間になっていないので、まあ、2周目ってことで、これにしよっか。あのね、角刈りがちょっと人気すぎて。あの、お待たせしました、角刈り2周目いきますね。レベルがちょっと低いけども、久しぶりじゃん、角刈りだわ。すごい髪型だよねあれ。久しぶりすぎる。まあ、ちょっとね、あの、探索とかで鍛えてます。あんな顔だっけか。はい、あ、弱いかな。そうだ、あれ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 、渡さなきゃ、忘れてた。ダイソンウェーブ、角刈りウェーブ覚えて。よし、頑張ってね。よし、じゃ行こう。お、出た出た。あのね、ですね、ダイソンとラウラを連れていると、ここに来るとイベントが起きるんですよね。なぜか角刈りのための特別なイベントが。他の傭兵とかにはないのかなと思うんですけどね、特別な角刈り。ここで少し休みましょう。え、超びっくりしてる。ラウラが疲れているようです。何言ってるんだよ、大は平気だよ。私が疲れた、だから休みましょう。
だったらあたいのせいにするんじゃないよ。ピエトロ何してんの？犬。あ、おー、かわいい。角刈り。何してるんだい、ダイソン。鍛えているんです。あ、すごい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 。あんた疲れているんじゃなかったのかい？そうでした。またおかしなやつだよ。畜生、このラウダ姉さんに気を使うやつなんて初めてだ。もういいよ、おかげで楽になったよ、ダイソン。では行きましょう。あ、もうちょっと遊びたい。何ですかこのイベントは本当に。いつの間にかね、2人の間に生まれてしまったようですね。角刈り目、大十字路で休憩のはずなんだけど、なぜか腕立て伏せをするダイソンさん。それを見たラウラさんも笑ってる。ダイソンさん少し変な感じ。だけどね、このなんか熱々な2人と犬連れて行きますね。死者の回路、新しくなってるな。お、割に合わない。死者ってのは強さの割にはお金持ってないんだね。これじゃ割に合わないな。少しだけ地形が変わってて見たこともない場所が現れてたよ。浴衣が一着落ちてただけだったけど、あ、そこは行きましたね。あの二人のイベント見ると、地形が変わるのかな？取れた。死者に取れるものなら取ってみろと言われていた宝箱取れたぜ。マジか。まだ残ってるから行ってみるといい。おお、これ取りに行きましょう。取るしね、あそこね。あ、ここが増えているのかな？行けるようになったのかな？敵がいるけど。ここっぽいなぁ。あ、倒そう。倒しまして、なんだろうか。あ、ワープ。あ、そうだよね、ワープが突然できたと。お、ワープしますか。え、ワープしてきたけど、あれ、なんだこれは。解放しますか。ゲッゲゲゲ。なんだよ。で、こっち行けるのか。あ、これ来れたんじゃない？おお。指輪？なんだろう。これだよね、取れなかった宝箱のとこですよね、これね。回ってる。このパターンかわいいよね。もう片方も行けそうだったので、片側？ちょっと行ってみますね。はい、もう片側来ています。あ、またワープあるね。で、今度右側の方に着くのかな。敵がいるかな。あ、またあれがあるな。やってみる、これ。どうしよう。あ、宝箱。何もない。ダメだ。ここで期待しちゃダメだもんね。死者の回路で期待しちゃダメだ。お金ないから。待って、あ、これで、来たね、来たね。なんだろう。弓矢？おー、じゃあちょっといろいろモード終わったら鑑定しよう。ちょっと邪魔だ、日村。もう。はい、というわけで、ガバスから、
死者の回廊を抜けて幽霊城に来ています。ね、だけ赤くなってる。あ、ちゃんと赤くなるんだこのマーク。行こう。まがまがしいな、すごい炎もなんかまがまがしいね。いやでもこっちのね、この愛の炎もね、負けてられないから。よし行こう。あれ開かない。わーすごい。色すごいな。で、幽霊城。あ、BGM が新しい。幽霊城だ。あ、なんだなんだな。声がする。あ、侵入者の墓場へ。恐怖のデイモス教総本山。あそこが通れなそうだな。あ、なんだなんだ。なんだなんだ。両方とも目が1個しかないよ。ここが地下に行けて、なんだろう、開けられないのか。あ、またあいつがいるじゃん。いや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 、早い早い。そういうところか。ここは怖さが半減されてしまう。あ、でちなみに角刈りにも伝説の斧を装備させてます。めっちゃ強いと思う。だからこの2人活躍してもらおう、せっかくだしね。さてさて、どう行ったらいいんだろうか。こっちに行けて、ここはない。おお、こっちにも行けると。手前の方から行ってみようかな。確か水色の扉がどうのって言ってたね、そういえばね。あった、あった。水色の扉は恐怖への扉、無限の恐怖は何時らの幸いである。恐怖のデイモス教総本山。なんか楽しそうでいいよなこのデイモス教。あ、骨だ。骨さんと目が一個のやつ。何、ブラックボーンとブラスター。あ、ワンちゃん、強っ。伝説の斧強っ。あ、21。あ、そういえば覚えたかな、レベル上がったけど。だいぶ、あ、覚えてるね。ネルの突進、そうそうそう、ネルちゃん時々突進して攻撃してくれます。まあ、強いかどうかはさておき。嬉しいね、ちょっと協力してくれるの嬉しいよね。だけでこれやってみようか。これは、あ、これがあれか、水色の扉のやつか。おお。あと押し、謎の声も笑ってるわ、あまりの速さに。あれ、ここが開いてる。あ、また来た、こういうとこか。めっちゃ来るな、めっちゃ速い。速すぎるわ。ちょっとここ嫌なんだけど。マジか、キングゾンビはいるわな。いや面白すぎるなここは。さて、あ、ブラックボーンさんと、おう、あ、向こうにも行けるね。あ、ここ開いた。あ、あ、わかったわかったわかりました。私これ地下行こう。暗、ライトで、あ、帽子さん、あ、何使う、あ、なんかなんかあれ面白いのが跳ねてるね。逃げちゃうな。あ、で上に行けるんだよね。で床スイッチは罠だからいいとして、戦ってみようか。この楽しそうなクイナみたい。狙い撃ち、強、伝説強いわ。風の刃、狙いそうな必殺技とかも見たいよね。あ、23、グランドクラッシュ。あ、おおお、
結構覚えたんじゃないかな。グランドクラッシュ覚えたってことは、お、はい、あとなんかあったっけ覚えるやつ。全部っぽくないこれで。飛翔カブトアリ、パワースラッシュ、十文字切り、大旋風、グランドクラッシュで天照拳、あとあれか、あれがあるのか。でダイソンボム、ダイソンウェーブ、うんうんうん、おお、ちょっとダイソンの活躍を見ていこう。で、あ、そうそうそう、ここに出てくるんだよね。地下通っていくので、これをやっておかないと。あ、いるあの無限フィールド帳のコンプリートができないということですね。ガスト、あの、水色の竜の弾をつけたことによって上に進むのかな、道が多分なくなってしまってると思う。いいねいいね。おお、なんか本がいっぱいある。あー、もういいわ。もうさ、ピエトロの歩きをはるかに超える速さなんだけど。おお、すごいな。何捕まえようかな。今回ガストが上がった。あ、そうそう。あ、おー、びっくりした。よし。下に行けて、多分向こうも下に行けて、向こうに繋がってて、下取ってこうかな、じゃあ。待って、また暗い。あ、宝箱がありそう。あー、もういいわそらゾンビはいい、うりゃあ、上がるね。で、宝、あ、なんか、どれ、これなんかやったっけ、私、鎧なんだろう。あー、くるくるくる。なんだろうか。で、じゃあ上に上がろう。よし。なんか笑い声が聞こえてくるけどさ、なんか怖い声じゃなくて、なんか爆笑してんのかなって思うとめっちゃ面白いんですけどあー、もうなんだよこれどうしようかな。ディンで捕まえたいんだけど、ブラスターは別にな、大したことないんだけど。ポイズンミスト、あ、よしよしよし。ダイソンボムすごいすごいんですけどはははは、愛の炎が激しすぎるすごいな。角刈りボンバーってあんな技だっけ笑ってるわ、ほらびっくり。すごいすごい、めっちゃ強いしね。やばい、角刈り楽しすぎる。あ、でもまたここか。ここもそうだよね、同じだと思うから地下に行こう。宝箱がまたあるね。竜の涙か。で、で、上に行くだけ。うん。いやー、楽しい、ちょっと。楽しい、ほんと、いいね。傭兵も個性豊かでいいよね、すごい。改めて言うけど。あ、やばいやばい、ちょっと。もう。姉さん、ファミレス好きだしな。レルちゃん突進してくれないかな。やっぱレベルが上がると、あ、またか。こんなかっこいいとこ見せようとしなくていいよつよ
端ない。で、あ、これで行けるか。じゃあこっち行こう。待って、おー、いるあー、もうピコンピコン来てる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 よ、ほら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 あれ？こっちが戻るっぽいな。戻るっぽくって、お、ガスト、これはとりあえずこいつを倒して、倒せなかったいやいやいや、もうさっきから全力じゃん何言ってんの本当に。うりゃあ、あんだけボンバーしといて何を言ってるんだ。じゃあちょっとクイナーじゃあ捕まえとこうかな。クイナーファンに怒られる。クックル、おお、お腹がお腹が膨らむのね。いけるいける、あ、まただ、またこの言葉だ。で、どうしようかな、なんか来るな、またあっちが多分戻るっぽいから、こっちに進んでみようか。で、おお、ゾンビ部屋が動き早すぎて見えないね、あ、同じだ。あ、ここは外れ的なあれか。なんだこれ、何の像なのこれは、何なんだろう。じゃあこっち行くと多分戻ると思うんだよね。行ってみよう。あ、戻ってきたね。入り口の方ですね、これ。あれ、私地下行ってないっけ、そういや。地下行ってみよう。地下は？よし、行ってなかった、ここ忘れてた。危ない危ない危ない、暗い。さて、うわ、あー、またもうもういいよ、えらいうち、もう飽きたよ、そろそろ。はい、なになに、あ、放物殿、許可なき侵入者は撃退せよ。宝？お宝どこにあるの？ん？不気味だな、しかし。あ、こっちに行ける。おお。で、こっちは？こっちに来るの。あ、こっちも行ける。行ってみよう。あ、宝箱。あ、ろうそくさん出てくるんだ。敵なんだよね、これね。えらい撃ち。そう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 。なんとなくね、ちょっとお気に入り。何やってたの？ファイヤーボム。声がちょっとホラーとかでありそうなね。あ、名前は忘れ、分かんなかった。どうしちゃった。
すべて倒せだったのか、ここ。なんだろうな。剣。なんだろう。イムジー。じゃあ逆側も宝があるかな？いけ、かわした。さて、あ、ありそう、ありそう。あ、ピコンピコンしないね。扉があるのか。あ、ろうそくさんが。名前なんだろう。スライド。おお。おお。強。燃えてる燃えてる。ろう溶けちゃうよ。ガスト。ガスラガストだなあの人。じゃあ角刈りウェーブやってくれないかな。突進もしてくれない。で、あ、これなんだろうな。鎧？わかんない。なんだろう。でもやっぱハテナついてるとちょっと期待しちゃうよね。いいやつなんじゃないかって思うよね。で、多分このままだとずっとループしっぱなしで先に進めないので、水色の竜の玉をちょっとオフって回ってみようかな。封印しますか。で、これで閉まったということで、さっきの外れ部屋のほうまで行こう。あっちが変わってると思うんだけど、受けてみよう。あれ、これ多分構造変わってるよね。そうだね、水色の扉のところが、手札あったところがさっき行って、こっちが新しく、あ、出てるとこだよね。行こう。これで水色関係はもう攻略したかな？おう。全然さ、ゾンビさん入ってなかったのに画面に。早いから一緒に入ってきちゃった。しかしちょっとあれだな、なんかこういい感じのモンスターがいないな。あー苦しい。どっから来るの本当。トーミさん、いや最高速だわ本当。すごいすごいすごい。何の像なんだろうこれ。キノコ。キノコの像ですか。デイモスって何？何なんだろうか。趣味がよくわからない。あ、これはあれじゃない。ミーソスじゃないこれ。似てるよね。ちょっと違うっけ。もっと目玉だったっけ。あ、すごいいる、すごいいる。よし、上がっていこう。また来るな。あいつほんと速くない？あのスピード。ピエトロのダッシュと同じぐらいじゃない？同じってことはないか。おー、早い。